京都産業大学、1965年宇宙物理学者、荒木としめにより、京都上山の地に創設された。経済学部、理学部の2学部で、開学、2年後の1967年には、経営学部、法学部、外国語学部の3学部を増設し、開学から3年という異例のスピードで、 総合大学に発展した1969年には在学生総数が1万人を超える。荒木は産業を結び技ととき、大学名には新しい技を結ぶイコール新たな価値を生み出すという期待が込められている。産学連携がアカデミズムに反するという時代背景の中、あえて産業という言葉を大学名に掲げ、異分野との交流を積極的に推し進めてきた。 また、革新色が強いと言われる、京都の大学において、右派保守的な学風としても知られる。学生闘争の時代にいた大学が、学生運動で加熱する中、全教闘阻止のために、白色バリケードを開けするなど、終始その動きに参加することはなかった。開学以来、世界最速の大型コンピュータを導入し、日本の大学では初めてとなる、計算機科学科解説など、 情報科学分野に力を入れていたことより、情報の共産大と謳われた。1989年に工学部、2000年に文化学部、2008年にコンピュータ理工学部、2012年に総合生命科学部を開設。都市部にある多くの私立総合大学がキャンパスを郊外へ分散させる中にあって、開学以来、大学機能の一拠点化。 一拠点総合大学のスタンスを貫いている。2014年現在、大学、旧学部、旧研究科、旧研究所、センター、付属高等学校、付属中学校、幼稚園を要する総合学園である。京都大学助教授時代、荒木は留学先のドイツで、アインシュタインから最先端の環境で、相対性理論や量子力学などを学び、物理学。 天文学の発展に貢献した。弟子に、上野末を宮本翔太郎、柴原良一、京都大学時代の教え子に、湯川秀樹、浅長新一郎らノーベル賞受賞者を輩出するなど、世界的な宇宙物理学者でもある。関立神宮工学館大学最高規制会の、日本精神の復興の考えに基づき、船越正道、工学館大学助教授、 岩黒秀夫、元大日本帝国陸軍少将、陸軍中野学校創立者、京都産業大学世界問題研究所所大所長、小野良介、学校法人小博学院上無理事、京都産業大学所大理事長、清水一校長、巨孔大学の主人公、千田隆氏のモデルとされる、らを中心に、学準備がなされた。 当初は、京都府福知山市でのキャンパス開設を想定していたが、敵地のめどが立たず、1963年からは、学祖、荒木としめが土地を探していたところ、落北上賀も国有林に一ったい、倉間街道に貫かれた元山、上山地域の継承地を機に入り、京都産業大学設立準備委員会、1964年結成で土地を取得した。 初代総長には、大石義雄が予定されていたが、開学が大石の定年退館よりも一年早まったため、荒木としめに白羽の矢が立った。スクールカラーは、今愛。い。学賞は、ギリシャ神話に登場する、半信半馬の賢者経論をかたどった星座、サギタリウス、イテザオアシライ。その下に、大学の文字を配している。広大無変な大宇宙を自由奔放に駆け巡る。 星々の姿は、新しい時代に、世界へ有飛する若者への希望を表している。2015年、創立50周年を迎えるにあたり、終年度ごとコミュニケーションスローガンが策定される。開学以来、分離全学部が一拠点に集積するメリットを活かし、教養教育の充実に重点を置いている。学部開校の専門教育科目も所属学部を超えて、履修が可能であり、 卒業要件として認定でるカリキュラム体制である。2013年、全学の共通教育科目は刷新され、より体系的な履修を可能とするシステムに生まれ変わった。特に、グローバル人材育成事業の採択を背景に、全学部における実用的な英語コミュニケーション能力の高度化を目的とした、英語教育科目では、教員、科目数ともに大幅に増強されている。 その他、外国語教育科目、人間科学教育科目、キャリア系成支援教育科目、体育教育科目の5つの科目群に加え、学部融合型のフレキシブルカリキュラムが提供されている。2013年度のカリキュラム改革では、前述した言語教育科目群の強化に加え、人間科学教育科目の体系的理修が大幅に改善され、 人間科学教育科目は人文科学領域、社会科学領域、自然科学領域、総合領域の4領域240科目を超える科目で構成されており、それらを基本科目と展開科目に分けることで、領域や分野を確認、系統立て、学生の関心に応じたスムーズな履修を可能にした。いずれの開校科目も4年間を通して自由に選択。 履修するることが可能である学部混合による1クラス20名の少人数クラスで習熟度別にクラス分けされる。トーイックのスコアが基準を満たせば早期のコース終了が可能であり、よりハイレベルな上級者向け英語科目が用意されている。英語の他、10個と5から選択可能。全学部生が4年間を通して、初級、中級、上級まで、 各自の進捗に合わせながら履修できる。ハイレベルな言語運用能力獲得に向け、エキスパート科目も提供でいる。学部の枠を超え、学生自らが専攻する専門分野を問わず、履修できるカリキュラム。科目は健康科学科目とスポーツ科学科目に分けられている。公益財団法人日本体育協会との協定による、 スポーツ指導者育成コース科目が設置されており、日本体育協会公認の指導員、上級指導員やスポーツプログラマーの養成のカリキュラムが提供されている。所定の単位を修了すれば講習及び試験が免除される。各学部で取得可能な教科の中学校教諭一種免許状、高等学校教諭一種免許状のほか、仏教大学科。 小徳大学通信教育課程の開校科目を合わせて履修することにより、小学校教諭一試免許上の取得も可能である。大学の課外活動は、委員会、独立団体、体育会所属クラブ、文化団体連盟、私学会直属団体のほか、届け出団体、任意団体で構成される。ラグビー部や公式野球部、空手道部、陸上競技部、 バスケットボール部、ボーリング部、自転車競技部、ヨット部、ソフトボール部など、全国レベルで活躍する競技が多い。公式野球部は、関西六大学野球連盟に加盟しており、プロ野球選手を輩出している。龍谷大学との対戦は、三流戦、龍谷大学では、龍三戦と呼ばれ、西京国球場、若狭、スタジアム京都での対戦試合は、 地元テレビ局 KBS 京都により中継されている。三流戦は、公式野球部のみならず、体育会の総合競技対抗戦であり、その競技種目は多岐にわたる。ラグビー部は、関西大学ラグビーフットボールリーグ A グループ、一部リーグに所属しており、全国大学ラグビーフットボール選手権大会の常連校である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。